今日のゲストは荻野目洋子さんです。こんにちは。こんにちは。湾岸太陽族、このフィーリングっていうか、耳にするのはすごくね懐かしいイメージがするんだけど、よく言われるでしょう。そうですね、大人の方にはやっぱり前にそういうのがあったっていうことでね、ちょっと年は上行った方にとってはなんかなんてね、自分がもし若い時にねそういうことがあったらすごく懐かしく撮っちゃったかもしれないけど、陽子ちゃんの中にとっては意外に逆に新鮮っていう感じの歌だった、はい。それでは、湾岸太陽族聴いていただきます。荻野目洋子さんで湾岸太陽族を聞いていただきました。さて、先ほどちらっと、お話ししてた時に、はい、今ちょっと喉がっていう話をね、してたんですけど、春のツアーをねずっと回ってて、はい、まあまだまだ残っているということなんですけども、はい、まあ洋子ちゃんの歌を聞いてたりすると非常にこう腹筋が強くてね、声がこうよく出てるっていう感じがするんですが、なんかこう秘訣はあるんですか？秘訣っていうか トレーニングとか。いや、それがですね、まあ、秘訣っていうか、そういうレッスンっていうのもあるんですよ。うん、本当にね、男の先生がお腹の上に乗るんですよ。でもね、本当苦しくてね。それで声を出すわけ？そうなんです。で、走ってね、まず走って息の荒い時にやるとすごく分かりやすいんで、うん、そういう状態に持ち込んで、うん、で、その時に、はーって息の苦しい時に、うん、飛び箱の一番上の段をまず乗っけて、うんうん、お腹の上に乗っけるの？その上に先生が乗るんですよ。うわー、で、あーって声を出して、うん、最初はねびっくりしちゃったんだけどね、その光景を見て。うん、でもやってみたらなんだか結構やっぱ腹筋って鍛えれば鍛えるほど大丈夫なんですよね。強くなるもの。そうそうそう。まあね、3月からずっと5月ぐらいまで、ツアーで頑張ってる洋子ちゃんなんですけど、明日は宮城の方にねまた行って、はい、素敵なステージを見せてくれると思います。アルバムの話なんですが、はい、またこれから制作が始まるそうですが、大体いつぐらいにできそうですか？出来上がり。大体7月くらいですね、に向けて。タイトルなんかも決まってるんですけど、ルート、まあ、246って言うんですけど、もうそれは決まっているの？はい。ああそう、まあ、喉もね大変でしょうけども、はい、いろいろ鍛えてるそうなので大丈夫だと思いますけどね。陽子ちゃんはツアー、そしてアルバム制作の方も頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。永山陽子さんの場合はですね、はい、体の動きといいですね、それから気持ちのこう高ぶりといいですね。今いい時期ですもんね。そうですね、とても楽しいですよ、うん、毎日。そうでしょうね、はい、うん、なんか軽やかそうな感じ。あ、そうそうそう、すごい好きなんですよこういう天気、青空が。もうなんか仕事してるのもったいないと思いませんか？うん、思う。どっか行きたいですね。そう、それでね、そう言われるのが辛い。だってですよ、岩さんの仕事ね、今ここにいることが仕事ですから。そうです、いなくちゃいけない。うん、なんかね、だから外で遊びに行くとか、友達もね、うん、今日朝ちょこっとお友達と話したんですけどね、遊びに行くみたいなこと、あ、羨ましいなとか思ってて、うんうん、今日湘南方面もだいぶ混んでるみたいですよ。あ、海ね、気の早い人は、いいな。だってちょうどいい時期だもんね、海の水がですね、気持ち冷ためだったりね、それからこう、あ、まだちょっと緑になりきらないななんてね、山のこと見ながらね、ほらほら、上の方の緑は薄いだろう、下の方は濃いよな、やっぱり季節が移っていくんだよななんてね、知ったこびをしながら食べるのがね、これがいいんですよ。まだじゃ海も海岸も綺麗でしょうしね。そうだね、もっと夏休みとか入るとね、人がいっぱい来るし、でも青空の下でね、もし時間がたっぷりあるとしたら、長野子さん何したい？私今スケボーをやりたいなと思ってるんですけど。スケボー、あのね、小学校ぐらいの時はね、うちの実家の前が公園でスケート場までは行かないんですけど、スケートができるようなスペースがあって、でそこでねスケボーとかもやったことあったし、ローラースケートもやってたし、だから、またなんかやってみたいなとか思ってるんですけど、割と手軽な感じでね、欲しいんです、板が。板が欲しい、可愛いのいっぱいありますよね今。うん、だからね、今度時間ゆっくりやったら探しに行きたいなと思ってるんですけど。なるほど、はい、だけどさ、下手にねアンバランスになってしまってですね、こけたら膝やなんかすりむいちゃうでしょ。もうあれは怪我するの覚悟でしないと。あ、しょうがない。擦り傷程度はもう耐えないと思いますよ、下手なうちはきっと。海の方ではどうなんですか？ボードかなんか使って。まあそこまではね、あれはちょっとなんか危ないような気がするんで、もっと危険ななんかスポーツみたいな感じ。泳げる？泳げます。泳げる、はい、じゃあ大丈夫だよね。えでもちょっとなんか怖いような感じ、怖いような。それだったらスキューバダイビングとかやってみたいですね。ああ、なるほどね、潜る方がね、
どうですか空は。あ、そうなんですか。お空は。あの、この間ね、曲のキャンペーンでもって、ね、気球に乗りまして。あの時はね、今日みたいにね、晴れてたんですよ、最初。うん、すごいいい天気で。だけど、乗って、途中でね、1時間半ぐらいしたら、もう雪が降るからとかいう感じでね、もう先の天気が見えてきて、もうどん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 雲がこっちに行くのが分かるんですよね。うん、でも、霧とかすごくってね、で帰ったんです。引き戻って。なるほどね。わずかですね、1ヶ月1ヶ月半というこの季節の変わりっていうのは随分違うね。そうです ね、 ね、本当に。あの新曲のキャンペーンでもってやった時は雪の心配したんですもんね。そうですよ。で今ですね、ヒットしてる最中、もう海に行きたいとね、早いシーズンだもんね、という具合に人間年取っていっちゃうんだよね。うん、だってあの雲に乗りたいをですね、歌っていたのがいつかなと思ったって、1年ぐらい前ですよ。そうですよ、はい、たった。で、あの頃はですね、雲に乗りたいっていうね、どっちかというとこう静かめの感じでもって、お、長山陽子大人にチャレンジんと思ったらですね、今度もディスコナンバーに変わってしまって、そう、急にね、うん、ビーナスからね、また、まあ、本当に早いです ね、 ね、どうですか、いろんなことしてるからあっという間に過ぎちゃうんでしょうね。うん、踊りの方のステップディスコの方は得意になりました。ねえ、まあキャンペーンではね、うん、あのYou're My Love の新曲出た時とか、まあ、あのいろいろディスコを回ったんですよ、ご挨拶しに。でその時はあんまり踊れないんですけどね、またプライベートで行きたいなと思います、うん、踊りの勉強しに。うん、だけどね、ディスコなんか行った人の話によりますと、You're My Love にしましても、ヴィーナスにしましても、はい、もうガンガンかかっていて、もう乗れる曲ですからね、両方とも、うん、すごくだから、曲とかかかるとね、もう本当にみんな盛り上がってくれます、うん、嬉しいですね。うん、今でもですね、うん、例えばこう自分でね、移動の最中車なんかから、You Are My Love が流れてくると、思わずこう体が動いて、足がもう あの手のね、うん、曲っていうのは自然となんか体が動いてきちゃいますもん、だから本当ディスコ行きたいなと思ってるんですけどね。うん、でもそんな改まってね、行かなくたって体をなんかこうね、リズムに乗せて動くっていうのはいいですもんね。電車の中でもね、結構ヘッドホンして、聞いてる人がいるでしょ、リズム取って、でそれによってなんか雰囲気分かりますけどね。分かります。うん、口元をですね、ボソボソボソってなんか言ってるのは、これは英会話だなとかね。うん、それからこう手かなんかですね、こうチャ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 って速いリズム取ってるのは、きっと、うん、なんかこうパワフルな音楽聴いてんだろうな。で気持ちよさそうに首をやってるのは、おお、私108かなとかね、いろんなこと思ったりしますもんね。それじゃあその長山陽子さんです。You are my love。 陽子さんの You are my love でございますけどもね、はい、うーん、今は何、次の LP やなんかのレコーディング中。そうなんです、うん、次の新曲とあと LP も一緒にずっとレコーディングですけど、楽しいですね、レコーディングは。もうレコーディング楽しい、歌うのがすごい好きなんですよ、やっぱり、基本的には、だからもうレコーディングしたら自分がもう好きなだけいっぱい歌えるでしょ、でももうマイクっていうか向こうにヘッドホンして、もう帰りも最高だし、マイクのあれも最高だし、観客いなくてもいいですか、もう気持ちいいですね、自分の世界作っちゃってますからね。もうだけどさ、それはカラオケじゃないからね。ちょっと違うんですけど、仕事なんですけどね、だけどもうあのスタッフのみんなも自分で乗ってやってくれればいいやみたいな感じで、おっぽって頑張るんだよって。で私が自分で気に食わなかったらもう一回やらしてとか、ないからね、本当。そうすると例えばあのディレクターの人がね、OK、はい、よかったよお子ちゃんと言ってもね、自分でなんかちょっと引っかかる部分があると、あるともう一回聞かせてもらって、それで無理やりみんなから説得されちゃったら、もう妥協するしかないけど、でもこれどうしても、どうしても絶対ここはおかしいとか思ったら、まあ、別のチャンネルがいっぱいありますよね、だから別にあの私が気に入るように歌を撮ってもらうとかね。なるほどね。ちょっとあの業界的な言葉が出てきたので説明いたしますと、あの一つのこうテープの中にもちろん楽器の演奏とですね、それからボーカルが入るんですけども、例えば24なら24に分かれてるんですよね。そうだから同じ部分、例えばあという部分を24回録音しようと思えばできるんですよね。でそのうちの何番目がいいかっていうのを選んだりね、やっぱり1回目の歌のあそこはおかしいから2回目の方がいいよとかね、そういう風にするんですよね。でもですね、それだけね、意気込んでやっぱりやるってことはね、本当に歌が好きなんだね。好きですね。まあ、LP とか作るときってもうレコーディングも毎日のようにレコーディングですよね、だからもう本当に歌が好きじゃないとね、あんな毎日ね、歌えないですよ、やっぱり、いくつの時から歌が好きだなと思い始めてる。もう私生まれてからも好きだと思ってます、きっと。幼稚園の頃からもずっと歌い続けてきましたからね、だってその後ですね、民謡歌ったりとかね、
幅の広いものやってるわけでしょ。そうで、あの人のいる前で歌うのが好きなんですよね。自分一人で歌ってるのも結構好きなんですけど、うんうん、でも誰かに聞いていっぱい大勢の人に聞いてもらうと、うん、どんどんなんか乗って歌えるみたいな。じゃあ一等最初のね、そのみんなに聞いてもらったっていう快感、これ記憶だとどの辺かしら。ね、幼稚園の時に、うん、旅行行ったんですよね、はい、うちの父親の、うん、周りの仕事関係の人と一緒に、うん、でその時バス3、4台ぐらいで行って、うん、すごく人数多かったんですけど、うん、大宴会場みたいなところでね、うん、もう一人でマイク持って歌ってたらしいです。あんまり記憶には覚えてないんですけれども、ね、だってさ普通ねそういう大人の人が行きますとね、うん、こう手拍子してまして、うん、あならあったたったたったたったとかやってるわけでしょ。そこをですね3つか4つの陽子ちゃんが、そうそうそう、だってであのバスに乗ってる時もね、うん、バスガイドさんが歌っててもね、うん、途中でなんか、うん、歌わせてくださいみたいなとこがあった。いやきっとねそんな師匠な言い方じゃないよ。やだやだ歌うんだ歌うんだ歌うんだかなか言いながら、いやでも本当にね、うん、幼稚園の歌とかならまだなんか可愛いがあるけど、うん、歌謡曲とか歌ってたらしくて、うーん本当になんか好きだったみたいですね、ちっちゃい頃から。それであの19歳の今まで、歌が嫌だとかね、うん、飽きちゃったとか今歌いたくないとか思ったことは、まあありますよそれは、うんうん、小学校のねまあ高学年ぐらいかな、うん、5年ぐらいの頃、うん、あのずっと民謡やってましたよね。だからあの学校とか行っても話が合わないところがあるんですよ。うん、あの習い事とか行ってそろばんとかお習字とか、うん、まあ私もそういうのはやってたんですけど、うん、でもまた変わったところで、うん、民謡とかやっててもやっぱりあのバカにされる時期とかあるでしょ。なんかなんだ民謡なんかやっててとかいう、そういう、うん、でもすごく悔しくてなんか、うん、やだなとか思った時期とかもあったんですけど、うん、でもまたビクター少年民謡会っていう会に入って、うん、一緒の仲間も増えておくんです、うん、すごい強気になれたんですよね。でももう小学校卒業して中学ぐらいになったらもう全然もう吹っ切れて、うん、もうあよかったなって逆に思えるようになったし。それでね最近ね鏡見てて自分の顔つきが変わったっていうのは思いません、うん、例えば2年ぐらい前のアルバムを見たのとね、あ今とで それは違いますね。違うね。あのジャケット写真とかこう並べて、うん、あのプロフィールみたいに今作ってあるんですけど、そういうの見るともうすごい差が出てきますね、うん、昔の顔と今と、うん、昔と言ったってねわずか1年ぐらい前の顔っていうのはねどっちかというとこう少女顔だったんですよね。で今の徐々にですね、まあ、あの来年1月20歳になるという時期ではあるんですけど、はいはい、うん、なんか輝いてきたというかね締まってきたというかね、割と女の顔というかね。そうですか、うん、まあ、そういうの最近言われたことないかって。いやそういう雰囲気よ、そういう雰囲気。いやあの髪だけ長い頃のが老けて見られたんですよ、うん、今のがね逆になんかすごく子供扱いされるんでね、うん、なんかすごく悲しいんですけどね、うん、あの照れてそのマイクちょっとぐじょぐじょしてくる。本当に照れてる。でもあそうかもしれないな、例えば16ぐらいの時に、そういうふうにすごく色っぽいねなんて言われたって、うん、私まだ16だからと思っていたのは、なんかすごくやっぱり16は16歳に見られたいみたいな意識あったんですけど、うん、でも自分の中ではどっか あの大人に見られたいっていう部分があったのかもしれない、うん、だから無理になんか無理やり背伸びしてた時期もあったんですけど、うん、16、17ぐらいの時は。でも18ぐらい高校卒業してからはね逆になんか自然に自分を出せるようになったから、うん、それが逆にかえってよかったのかもしれないです、うん、なんか今ねすごい顔が締まってきたっていうと、言い方あれですけれども、あのすごく素直なねあそうですか、うん、いい表情をねよく作りますよ。だからこれからですね多分ね、写真の依頼とかね、それからビデオだとかそのビジュアル面っていうのかな、うん、あの見ていただくという部分の面での注文が多くなると思うよ。あそうですね、うん、でまた自分をですねその映像の中で再発見するなんてことがね近々バリ島であると思いますよ。そうなんですよ、22日から行くんですよバリ島に。いいな。一緒に行きます。行きたいな青い空のもとに。うん、青い空でさ青い海のとこ行けるんじゃない。まあそうですね、うん、まあ唯一これがあのデビューしてよかったなっていうことですけど海外旅行ができる、旅行ってわけじゃないですけどね、うん、海外に仕事で行けるっていうのはもういいことですね。こちらはですね、いいですね、いいものを持ってきてくださいねとかね言ってですね、お見送りすることしかありませんからね。うん、あそういえばあの2週間ほど前にですね、はい、Your My Love のテレフォンカード、はい、あのリスナーの皆さんにプレゼントさせていただきました。 ありがとうございました。とんでもないです、ございます、うん、で2週間後ぐらいにはですねバリ島土産っていうのをプレゼントできるんじゃないかと。そうですね、うん、前あのガム行った時にハエたたきとかネズミこれがねマリオのもの買ってくるんだ。
マネージャーの人がですね税関でもって説明するのに困ったって言うんですよね。そうなんですよ。ハエたたきを何度お土産に買ってくんだって、いや番組でプレゼントするんだったって分かんないですもんね、うん、そうです。でもあれはあれでよかったでしょ。そう、それはそれなりにですね、中村陽子さんのなんか本質が出ておりますので、今度ちゃんとしたものを買ってきます。待っております。期待しててください。じゃあの素敵なレコーディングと、はい、それから写真集ビデオの方もですね、頑張ってくださいね。はい、であの素敵な彼の話もそのうちしましょうね。次に来た時にぜひその話をしたいなと思います。どうも照れまくってですね、今ボタンをいじくって、間もなく一等米のブレザーのボタンが取れるんじゃないかと思っておりますが、はい、長見陽子さんでございました。どうもありがとうございました。突然に髪の毛パーマをかけましてびっくりした人、年頭年末多かったんじゃないでしょうか。渡辺美里さんでございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。初めましてなんですね。初めましてですね。そうですか。いつもですね、美里さんにお話伺うときは、はい、岩さんが勝手にね、2人だけのご機嫌デートしてたんです。部屋までね、マイク持ってって。すいませんね、みゆきちゃんのことを追い出しておいて。うん、あの美里さんね、はい、やっぱりこうパーマ、見た目の部分っていうのは、なんか思い切ることがあった。特別なかったんですけど、ずっとショートヘアだったんですけどね、昔から、それでなんか変えてみようかなってふっと思って、もともとジュリアっていう映画のね、主人公の幼少時代というか、少女時代というか、その頃にもっと綺麗なね、金髪なんですけど、そのふわふわっとした感じに憧れて、ちょっと気分を変えてみようかなと思ってやっただけなんで、大したあれはないんですよ。気分変わりました？結構変わりましたね。楽になりましたね。先発がもともと癖がすごい強いんで、ほったらかしのままで平気になったんでね。でもね、髪の毛変えると、例えばおしゃれだとかね、結構他の小物だとか、気を使うようになるでしょ。そうですね。でももう本当にジーンズにっていうラフな格好が多いんで、いやでもね、スポーツ選手みたいな格好してますけど、半袖ですもんね。部分的にはね、気にしてる部分であると思うんだよね。そうですかね。さて、渡辺美里さん、はい、久しぶりのシングルと。そうなんですよね。ずっとでもコンサートとかやってて歌い続けてたんで、あ、そういえば久しぶりなんだなっていう感じなんですけど、なるほどね。これが8作目のシングルでございましてね、はい、去年はLP からカットしたロングナイト、これを除いて3作ベスト10入りを果たしておりまして、今度5月2日の発売、はい、これもポーンと上位進出が期待されるんですよ。はい、あ、そうですか。で、作詞はご本人ですよね。はい、そうです。で、今度からなんですか、その作詞の部分のネーミングというか、アルファベットローマ字で、はい、ミサトというふうに。もともといろんなこう私に関する記事とかね、例えば T シャツだとかね、そういうもののロゴってありますよね。そういうのをずっとこう統一しようって、まあ、マークじゃないですけどトレードマークみたいにしようと思ってずっと使ってた文字っていうのを、あ、そのままじゃあ今度はレコードでも使ってみようかっていう感じで、渡辺がいつの間にかどっか行っちゃったんですよね。で、美里だけになっちゃって、どうしたんですかって聞かれるんですけど、とりあえず渡辺美里っていうのもそんなにいっぱいいないだろうっていうことで、勝手になんか美里だけにしちゃったんですけど。で、ところでね、はい、今度の It's Tough、はい、これを作られたきっかけとか動機とかね、もしくは何かエピソードってあるんですか？もともとさっきタフでと言ってくださったんですけど、自分自身すごくタフじゃないところもすごいあってね、負けん気強いぞみたいなところはあっても、やっぱりこうタフっていうのとは違うんですよね。体力的にもそうですし、こう精神的にもね、それはタフというのは強いっていうだけじゃなくて、引くということも、自分が一歩下がるということも考えたりとか、大きく包み込むのもそうかもしれないし、包み込んでもらうのもそうかもしれないし、だからいろんなこう 強さと優しさとっていう意味でね、こう去年のコンサートでもスペシャルツアーなんかでは、私女はタフじゃなきゃダメなの、コンサートやるのも勉強するのも恋をするのも仕事をするのもタフじゃないとやっぱりダメねなんていう話をしてたとこから、It's Tough っていうのが浮かんでて、そこからこうなんか広がっていったんですけどね。なるほどね。じゃあ全身あるのみではなくて、時には立ち止まって、そうですね、時には寝っ転がってと。そうなんです。そんで、この歌詞、歌の歌詞にはね、朝の微熱っていうのが出てくるんですけど、たまたまその詩を書いてて、どうしようどうしようって悩んでる時に微熱が本当にずっと続いてたんです、1週間ぐらい。で、微熱だ、
いい言葉だこれはって言って、うん、そのままなんか熱にうなされたまま書いてたんですけど、そんな風に出来上がってきた曲です。なるほどね、はい、じゃあきっとですね熱く美里さんを語ってると思いますんで。そうですね、はい、渡辺美里さんです。 It's tough ではいけないと、はい、いう気持ちを込めまして、はい、It's tough、はい、ということですけれども、ご自分はですね、例えば男性とのデート、はい、まあ、あの実に数はあんまりないと思うんですけども、はい、ラジオの番組で結構ご機嫌ないと、ご機嫌デート、あ、ご機嫌デート、うん、やってますよね。そうです、4月からね、日本放送で朝の10時半からね日曜日にやってるんですけどもね、うん、でもね今ご機嫌ないとって僕言い間違っちゃったけど、でもやっぱりこう雰囲気的にはね、どうも夜、というイメージがあったのね。私ですか、そうですね、大体こう、お日様の当たる時間に外に出られるっていうことが少ないですかね、スタジオばっかりでね、それがね日曜日の朝に流れてるっていうのはね、というふうに眠そうな声でした。いえいえ、思われる方もあると思いますけども、結構渋めの男性と、そうです、マンスリーでもってお付き合いをして、そうですね、今月の場合は佐野元春さん、はい、4月は佐野元春さんで、5月が山下達郎さんということでね、はい、うん、ちょっと渋めで羨ましがられるかもしれませんね、あの美里さんの好みなんですか。そうですね、うん、微妙な間が、うん、あの音楽はとても好みです。おーおーおー、大変好みです、うん、人間的にはあのそんなにお話ししたことがないんで、まあ、佐野さんはあのコンサートも何度も行かせてもらってるんでね、とてもあの男の子少年のような人なんで好きですし、うん、山下達郎さんとはそんなにいっぱいおしゃべりしたことないんですけど、たまにレコーディングスタジオでお会いしてね、でもきっと皆さんが描いてるイメージっていうのがありますよね。山下達郎さんはあんまりそうこういっぱいのメディアには出ないから、音楽ばっかりやってる人だから、うん、でもとてもねおしゃべりが上手でね、明るくて楽しい人なんですよ、スタジオで。だから、うん、あ、こういう人なんだなという感じで、うん、次のデートを楽しみにしてるんですけどね。なるほどね、きっとですね次はですね頭にちょっとね白いものが混じってるというふうな素敵なおりさきがお見えになるんじゃないかというふうな勝手な想像しておりますけれども、あのまあそういったですね、ご機嫌デート、はい、これはまあ実際部分の生活ではね、6月からツアーも始まっちゃうし、はい、いろいろ大変なんで、はい、できないですよね。そうですね、番組でこんなね佐野元春と山下達郎とデートできるのはお前だけだぞ、うん、みたいな感じで、うん、ですからね、でもねやっぱりデートはね、しなくちゃいけないですね。そうしないとね、いろんな部分で気持ちの上でもね、そうですね、ね、押したり引いたりという部分があるでしょうし、はい、でもライブコンサート、6月の24日からでしたっけ。そうです、今回の分が始まりますけど、スキップツアーというタイトルがついてます、はい、6月から12月までずっとやるんですけどもね。なるほどね、でもこれはねきっと想像するにね、あんまり引く部分がなくてね、はい、押して押して攻めて攻めてと、うん、そうですね、うん、でもそれもデートなんですよね、うん、要は、うん、半分は男の子で半分は女の子のデートで、ああ、なるほど、集団デートみたいな、集団デート、ね、でもね例えばこうステージと客席とのデートならいいですけどね、客席同士でデートが始まっちゃってね、あ、それね私ステージから見たことあるんです。すごい私視力が良くて、はい、うん、あのお客さんの顔とか見えちゃうんですよね、うん、で時々あの全然知らない間にあの一番前の最前列をね、うん、あの学校の同級生が並んで座ってたりとかして、うわーって手振ってた、あ、見たことあるなと思って